旭川で販売している大雪山見て育ったの七つ星が今年の新米からすべて旭川産米を使い、パッケージもリニューアルされました。地元消費者に積極的に PR しようというイベントが今月19日から2日間農業センターで行われました。このお米はツヤ、粘り、甘みのバランスが抜群で、冷めても美味しいのが特徴です。初日は旭川出身の下國シェフを招いて、お米をフレンチで楽しんでもらいました。加工にも向いてる、お米だなと思ったので、もう何でもできるかなって感じでした。ぬかにしんと野菜をお米のガレットで包んだ料理と、お米をペースト状にして揚げたチップスの前菜、お米のスープ、メインはお米を使ったビーフシチュー、デザートはお米のアイスクリームというコースが抽選で当たった市民に振る舞われました。地産地消をこれからどんどん推進していくためには、こういう新しいお米の使い方を知ることができて、すごい良かったと思ってます。参加者はお米の新しい調理法に関心を深めていました。2日目は子どもを対象にした旭川産のお米や食材を使った料理教室が行われました。子どもたちはお米に関するクイズを楽しんだり、米粉を使ったクレープやお米のチップスを作って試食しました。とてもうまいです。これも美味しいです。結構難しかったんですけど、自分なりに上手にできたと思いました。料理楽しいので、どん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 いっぱい料理作って、もちろんご飯と合わせてとか、ね、自分のレパートリー増やしてご飯いっぱい食べてほしいなと思ってます。子どもたちは旭川のお米や料理の楽しさを学んだようです。旭川市からのお知らせです。市税と国民健康保険料をスマートフォンなどで納付できます。納付書のバーコードをスマートフォンなどのカメラで読み込むことで、いつでもどこでも納付できます。納付には専用アプリが必要です。詳細は市ホームページをご覧ください。